熊谷博士は、日本の政治家、通産官僚。参議院議員、衆議院議員、通商産業大臣、内閣官房長官、保守新党代表などを歴任した。静岡県岩田郡三作墓町出身。長野県飯田高等学校を経て、1964年に、一橋大学社会学部を卒業し、通商産業省に入省。同期に、渡辺治。 細川久志、中田哲夫、藤原部平太、川田裕樹、久志霊、彦児、横田勝弘らがいる。繊維雑貨局、ハーバード大学研究院、大臣官房秘書課補佐、中小企業庁総務課補佐などを経て、1977年、第11回参議院議員通常選挙に、自由民主党から立候補し当選する。1983年、 第37回衆議院議員総選挙で衆議院議員に倉返し当選。1986年に同じ先輩議員の足立厚郎が引退したため事実上の足立の後継者となった。当選後は田中派に所属する。第2次中曽根内閣では経済企画政務次官を務めた。熊谷にとって大きな転機となったのは1992年。 竹下派が分裂し、羽田勤務、小沢一郎率いる改革フォーラム21に参加したことである。熊谷は小沢側近として派閥の運営を取り仕切った。羽田、小沢派は1993年、宮沢内閣不信任案に賛成し自民党を離党、新政党を結成した。不信任案可決による解散総選挙で自民党は過半数に届かず、 熊谷はその後の非自民、非共産格う党により成立した細川森弘内閣で通商産業大臣に就任した。通産大臣時代、棚橋康文の常実人事問題で内藤正久産業政策局長を更迭。背景には十六戦争に絡む省内の人事構想があったとも言われる。1994年、 細川内閣の総辞職により成立した羽田内閣では内閣官房長官に横滑りする。同年12月に結成された新進党に参加するが羽田内閣がわずか2ヶ月で退陣して以来小沢との間に微妙な距離が生じる。そこに目をつけた自民党の野中広の意向を受け杉山のりとともに反小沢の急先鋒となった。 1996年、第41回衆議院議員総選挙での、新新党敗北後、内閣総理大臣指名選挙に当主である小沢の、名前を書かず新新党を離党した。この時離党届を小沢に提出した熊谷は、小沢一郎との闘争を続けると述べた後、除名処分となった。自民党副党も検討したが、同年12月に、羽田や奥田慶和などと対応党を結成する。 新進党分党後の1998年、フロムファイブ、国民の声と民政党を結成し、その後菅直人、鳩山幸を率いる民主党に合流した。民主党では、幹事長代理、国会対策委員長、副代表などを務めた。しかし菅直人とは、犬猿の仲として知られていた。歯に衣着せぬ発言で知られ、質問の仕方が、 学芸会や宝塚歌劇団のようだ。党と発言し、大木地影ら宝塚歌劇団出身の議員から猛抗議を受けたことがある。また、宮沢喜一財務省は、アルツハイマーだ。と発言し問題化したこともあった。2002年、鳩山の党代表辞任を受けての代表選で、岡田克也を押すも、岡田は官に敗れる。官体制で非主流派に転じた熊谷は、 同じ1983年衆院初当選組で自民党時代からの窮地の中であった保守党幹事長二階俊博と急接近した。民主党での活動に限界を感じた熊谷と決闘以来国政選挙で勢力を減らす党の状況を打開したい二階の思惑が一致した。同年12月民主党を離党した熊谷は二階と保守新党を結成。 自らは党首である代表となり、与党入りした。なお民主党は、熊谷の離党届を受理せず、除名処分とした。しかし、野党から政権に参加したいがために離党、与党入りしたという批判も重なり、当初目指していた民主党保守系の受け皿となる構想は全く進まず、党勢は慎重しなかった。自民、公明両党に埋没したままで臨んだ2003年の、 第43回衆議院議員総選挙では、宿敵とする沢が合流した民主党が躍進、保守新党は惨敗し、熊谷自身は自民党からの実質的な支援を受けていた、保守系無所属の木内みのるに敗れ、落選した。1993年からの10年間で7、政党を渡り歩いたことから、熊谷は自己保身のゴンゲのような受け止め方をされ、 自身が党首を務めていた保守新党は保守新党などと揶揄されるほどであった。選挙後、運動員による選挙違反に問われ、さらに保守新党そのものも自民党に吸収合併された。熊谷は選挙後、政界から引退した。自民党への吸収合併が決まっていたため、落選後も党首は辞任しなかった。2004年4月、浜松大学の非常勤講師に着任。 以降、政治学や国際関係論などを講じた。2006年2月、特定非営利、活動法人日本再生プログラム推進フォーラムの理事長に就任する。2010年6月、埼玉県知事、上田政治が主催する、上田政治塾の講師に就任した。ありがとうございます。